はい、というわけで着きました。着きました。なんか山の中に着きましたね。これ40分歩いて、歩くみたいです。ここ気持ちいいよ、本当に。香港は本当都会だから、都会の街なんで、こうやって自然と触れ合う機会なんてないんで、気持ちいい、気持ちいいよ。綺麗だよ。ちょっと休憩する場所もあって、今歩いてもう30分ぐらい、30分は経ったね。見てください、これ。着きました。やばい、めっちゃ綺麗。これいいわ、これ香港。すごい、これはやばい、やばいっすね。これやばい、めっちゃ綺麗。すごい、すごい、全然綺麗だね。やばいっすね。ちょっと足場がやめようかな。ゆっくりゆっくり。ここからしかも濡れてる足が。うわすごい。うわあ、よし、あとちょっとだ。めっちゃ引きこだね。見ました。いやもう最高。いや結構高いんだよ、こう見ると。まあ、そこからここだから、何メートル、10メートルくらいありますよね。ありますよね。十何メートルぐらいですか。2階建てのなんか、マンションぐらい。暑いね。またこうやって水沿いを歩いていきます。30分ぐらいかな、またハイキングして。まだめっちゃあるぞ。めっちゃある。やば。頑張ろうぜ。まだめちゃくちゃあるぞ。で、これ今、山を越えてきました。めっちゃ歩いた。半端ないっす。1時間ぐらい歩いたのかな、1時間ちょいぐらいか歩いて、今海にまた着きました。見てください。おはようございます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 。結構歩いたね。歩いた40分ぐらい歩いたんじゃない。もっと歩いた1時間ぐらい、1時間ぐらい歩いた。マジで。いやそれでもやっぱ結構さ、あれだね、気合い入れて来ないと きついかも。帰れなくなる途中やばいよね。まあ、これから今からまた船に乗ってちょっと戻る形になって、で途中でご飯食べて帰るっていうコースだね。そうだね。今から乗る船なんですけど、あれです。あれ飲んだよ今から。あれを30分ぐらいって書いてあってね。醤油入れてない？いや船酔いしそう。船酔いやばそう。あれ酔い止め飲んでこなかったよ。浴びとこ。何浴びてんの？パワー。帰ろう。帰るぞ。よし乗るぞ。もうみんな水入ってってる。乗る人マジであれめっちゃ深くない？もうちょっとこっち、これうおめっちゃ揺れてる。やばい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 。カバンとかマジで、ちょっと濡れないようにしないと。
あ、すごいじゃん、見て。おい、すげえ。整備、整備。なんだこれ、何これ、車庫。車庫カニとか。横に顔を並べてみてくれ。なんか匂いを出してくれ。これマジでいいよ。正曲。これは？え、ちょっと何食べてんですか？これ？カニ。なんか味は欲しいけど、なんか食べれないな。最高。はい、というわけでデザート来ました。みんな普通に食べてるけど冷たいかなって思って。本当？熱い。デザート。香港伝統的なデザート。何が入ってるの？あんこと餅？本当ね。何だっけ？おしるこみたいな。おしるこみたいな。うまそうじゃん。ちょっと変だよ。めちゃくちゃ。これ銀杏。銀杏。美味しかったね。今日は本当に充実した。いい一日だったね。海行って飛び込みもやって、で山歩いて、景色見て、うまい飯食って、かなり日焼けしました。はい、というわけで皆さんもぜひ、はい、香港に来た際はこうやってレジャーもたくさんあるんでね、はい、まだまだこれからも紹介していきましょう。はい、ぜひ楽しい香港が待ってますので、はい、ぜひ皆さんも香港来てみてください。はい、ではまた見てください。ありがとうございました。バイバーイ。